ステファン・ウロシュ4世・ドゥシャンは、セルビア王国、セルビア帝国のネマニッチ・アサの君主。ステファン・ウロシュ3世でジャンスキノコ。父・ウロシュ3世と、祖父・ステファン・ウロシュ2世、ミルティンの構想に巻き込まれ、父と共に、東ローマ帝国に亡命して、少年生活を過ごした。やがて父が、セルビア王として即位すると、その副王となって、父を補佐する。 1330年には侵攻してきたブルガリアの大軍を少数の軍勢で見事に撃破して名を馳せた。そして翌年、父がブルガリアと和睦したことに不満を抱く、貴族自身の前年の戦いにおける功績などを背景にして、父を廃してセルビア王として即位した。この頃、東ローマ帝国では、アンドロニコス二世、パレオロゴスとアンドロニコス三世、 パレオロゴスによる内紛が起こり、勢力が減退していたが、ウロシュ4世はその隙につけ込んで、アルバニアとマケドニアを奪取して、セルビア王国の最大領土を形成した。さらにその拡大した勢力を背景として1345年、セルビア人とローマ人の皇帝と称して、セルビア主教を総主教に格上げし、翌年には皇帝として即位するに至った。 1349年には、ドゥシャン法殿を発布して、西軍ともに帝国の前世紀を築き上げた。1355年、東ローマ帝国が、ナイフンやオスマン帝国との戦いで疲弊しているのを見て、その征服を決意して、遠征を開始したが、その遠征途上のテッサロニキで休止した。毒殺説もあるが、ブロシュ四世の死は、セルビア帝国にとっては大きな痛手となり、 その帝国は、急速に衰退して、ネマニッチ朝も1371年に、ステファン・ウロシュ5世を最後に断絶した。だが、ウロシュ4世の黄金時代は、セルビアの首相や大セルビア主義者の間では、大いに評価されている。また、チェコの画家アルフォンス・ミューシャは、スラブ・ジョジ氏の一作品として、東ローマ皇帝として体感するステファン・デュシャンを描いている。ありがとうございます。